1962年2月5日の日食は、1962年2月5日に、観測された日食である。インドネシア、オランダ領ニューギニア、パプアニューギニアイ人島リオ、イギリス領ソロモン諸島、アメリカ領の離島パルミラ干渉で、回帰日食が観測され、オセアニアのほとんどと周辺の一部で、部分日食が観測された。 海域体が通過した海域日食が見えた地域はインドネシア東部、オランダ領ニューギニア、オーストラリア管轄下のパプアニューギニアイ認島地領、イギリス領ソロモン諸島、合衆国領優勝離島のパルミラ干渉で全部島だった。また、海域日食が見えなくても部分日食が見えた地域は中国南東部、日本南西部、インドシナ半島南東部、マレー半島最南端。 マレー諸島のほとんど、オーストラリアのほとんど、ミクロネシア全部、メラネシア全部、ポリネシア中北部、アメリカのアラスカ州南東端、カナダ南西部沿岸、アメリカ西部、メキシコ北西部。そのうち、約半分は、国際日付変更線の西にあり、2月5日に日食が見え、残り東の半分では2月4日に見えた。京都大学の観測隊はパプアニューギニア、 医人等治療、第2の都市、東部の港内で、回帰日食を観測し、スペクトルを分光測食法で分析し、内装コロナの高度を測定した。ありがとうございます。